皆さんこんにちは、ギター講師の森田光陽です。今回は思想で使える一味違ったフレーズについて解説していきたいと思います。楽器屋で気になるギターを見つけた時に、思想したいんだけど周りの目も気になるし、そもそも何弾いたらいいんだって思う人はきっと多いはずです。そんな人に向けて今回は一味違った思想の時にでも使えるベンダーフレーズについてやっていきたいと思います。ギターが近くにある人はぜひ手元にギターを持って、動画を見ながら一緒に弾いてみましょう。このチャンネルではカントリーやブルースをはじめとするルーツミュージックを通して、よりギターを楽しむための練習方法やフレーズなどについて発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回思想で使える一味違ったフレーズということで紹介していきますが、このフレーズが弾けることで比較的チョーキングのレベルも上がるという一石二鳥な内容にもなっています。チョーキングに苦手意識がある人は多いかと思います。綺麗なチョーキングができるようにそのコツもお伝えしていきますので、動画を見ながら一緒に弾いてみてください。今回はこの流れで解説していきたいと思います。まず上から読んでいくと、ベンダーフレーズとは、絶対に意識すべき3つのポイント、フレーズの弾き方解説。それでは行ってみましょう。まずベンダーフレーズとは何かというところを解説していきたいと思います。簡単に言うとチョーキングのあるフレーズのことです。カントリーミュージックでよく使われるギターの中に B ベンダーという、特殊なギターがあります。お聞きしたことある人いますでしょうか。 B ベンダーとはどういうギターかと言いますと、ストラップを上にキュッと引っ張ったら2弦がチョーキングされるっていうギターになっています。なかなかの特殊具合ですよね。カントリーではよく B ベンダーは使われるイメージがあります。ストラップを引っ張るだけで2弦がチョーキングできるので、かなりチョーキングをするようなフレージングっていうのがよくカントリーではされます。それを普通のギターでやっていこうっていうのが、ベンダーフレーズ、通称ベンダーフレーズと僕は呼んでいます。カントリーな雰囲気が漂う独特なフレージングになっていますので、一味違ってそれがすごいいいんですよね。それでは実際に一緒に弾いていきましょう。まず弾いていく上で絶対に意識してほしいポイントが3つあります。まず1つ目は目標の音までチョーキング、2つ目はチョーキングしたらキープ、で3つ目は音をかぶせるというような3つを意識して弾いていきましょう。まず目標の音までチョーキングというのは、2弦の15フレットチョーキングして、17フレットの音になるまで一気に駆け上がるようにチョーキングしましょう。これがだいたい届いてない人が多いので、これをしっかり17フレットの音、この音になるまでしっかりチョーキングで上げてあげましょう。でチョーキングした後はキープです。すぐ下げないです。このようにすぐ下げずにしっかり上でキープしてあげてください。チョーキングをキープした後は1弦の15フレットを弾いて、音が重なるようにですね、2弦の音を伸ばしながら1弦も弾く、2つの2弦ですね、2弦がしっかり被るように弾いていく、これが、カントリーっぽく弾くっていうコツになります。それではこの3つを意識しながら実際に今回のフレーズを1つずつやっていきましょう。まずは運指からやっていきましょう。運指は薬指で2弦の15フレットをしっかりチョーキングして、小指で1弦の15フレット、2つの音が重なるようにですね、で2弦の15フレットをチョークダウンです。今度はで人差し指で2弦の13フレット、人差し指ですね、そのままスライドで11フレットまで下がります。ここまでいくとこうですね、でそのまま薬指で2弦の13フレットを弾く、チョーキング、1弦の13小指っていう流れですね。そのままチョークダウンして人差し指で2弦の11フレットですね。次に2弦の8フレットを薬指でチョーキングで、1弦の8フレットを小指で弾きます。で2弦の8フレットはチョークダウンして人差し指で2弦の6フレット
で3弦の7フレット、ここは中指でチョーキングしてあげてください。で薬指で2弦の8フレット。次に右手ですけども、最初からやっていくとピッキングして、1弦は中指でピッキングしてあげてください。ピック中指、ピック1弦は中指でピッキングですね。ここも1弦中指でピッキング。最後2弦は最後だけ2弦中指でピッキングします。はい、このようにピックと中指で分けて弾くとすごいカントリーな雰囲気が出てかっこいいので、ぜひやってみてください。それではこれらのことを意識して、メトロノームに合わせてゆっくりまずは弾いていきましょう。いきます。1、2、3、4。いかがでしょうか？できましたでしょうか？それではバッキングトラック上で実際に一緒に弾いていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。思想で何を弾こうか困った人はぜひこのフレーズを弾いてみてください。今回のまとめとして、ベンダーフレーズとは、まあ、簡単に言うとチョーキングのあるフレーズのことでした。で、絶対にやってほしい3つの意識というのは、目標の音までチョーキング、チョーキングしたらキープ、音をかぶせる、この3つの意識ポイントがありました。フレーズの弾き方はしっかり運指を意識して、右手ですね、できる人は中指でピッキングも入れてみてください。この動画が役に立った、良かったよって人は、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルでは、これからカントリーやブルースをはじめとするルーツミュージックを通して、ギターの楽しさを、伝えていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後にちょっと失礼します。この度ですね、僕が今まで SNS で発信してきたソロの動画、ギターソロの動画、もう18パターン分タブ譜に起こして、それらをまとめて販売することになりました。その中にはカントリーのソロだったり、ブルース、ジャズ、まあ、ジプシージャズ、ソウルのような様々なジャンルがいっぱいありますので、ぜひ興味ある方、購入をご検討ください。詳細は概要欄にありますので、ぜひそちらをご覧ください。それでは失礼しました。